当確呪法は実際強いのか？に対するみんなの反応集。劇中では使うまでもない雑魚初期マヒトのお遊び改造人間、特性と肉体変化で攻撃ほぼ無効マヒト。体力過物打根でいまいち強制クリティカルという特性がいまいち光らなかったが本来はどうなんやろか？インチキ術式じゃないし中堅なんじゃね。呪い霊じゃなくて人間殴るのにいい能力。まあ本来急所でもなんでもない場所に弱点を作れるといえば強くは聞こえるし。ブサイクメテオみたいな分かりやすく雑に強い感がないとどれも微妙って感じにならん。悪くない欲もない普通すぎる。まあダメージ増加するゴリラ御用達の術式やね。いかにもドンキです、みたいなジュグで敵をぶった切れるのはちょっとした初見殺しではある。あと設定の話ではあるけど、術式の関係で黒線が出やすいみたいだし。花見に使えば攻撃箇所が頭の木に変化する術式って考えれば普通に強いと思うよ。めちゃくちゃ強いとかとは違って普通に強い術式。トップ層特有の理不尽さは全くない。強い奴が持つと強い術式。弱魔見切られたらガード不可なんじゃねこれ。どんな相手にも突破口を見出せるからロマンはある。多分ガードはできる。ただしガードに使ったものはクリティカルで多分一撃で粉砕される。百鬼夜行で最高記録出したのは知ってたけど出しやすいとか言われてたっけ。術式の時点で使いこなすには高い集中力が求められるからじゃない。多分残業モードのパンチを作り出した適当なところの弱点にさらに増幅してぶち込むことで確実に削れるみたいな使い方するんじゃないか。ガード負荷じゃなくてガードブレイク系っていうのが正解か。硬い相手に強制クリティカルできるのは便利。花見相手が一番輝いたかもな。術式は強いやろ。本編で光らなかったのは敵が格上すぎるか格下すぎるかだったからだろうし、スクナがこれ持ってたら五条粉砕できてたんじゃね。体力振りのダゴンやギミックのマヒトが相手だったのがな。相手が防御にして振ってるやつなら格上相手でも輝くよね。ただ作中はそもそも物理無効と HP にして振ってるやつだったから運が悪い。数ある両術式の中の一つって感じ。対人対呪霊より対物向けな気がする。呪物や結界にも弱点付与できるのかな。ゴリラが持てば安定感抜群、もやしが持てば火力が上がる。クリティカル弱点が防御ダウンなのか攻撃アップなのかでだいぶ変わってくる。前者ならクソ強いが後者なら本人がゴリラ大前提になる。この世界ではゴリラ力は大事だから強制的にクリティカルヒットを生み出すのはいい術式ではあると思う。強制的に弱点付与だからデバフよりかと。拡張術式も優秀だったし強いと思うよ。本人の解釈次第だと可能かと。序盤とはいえマヒトがガードしたはずなのにダメージにはなり得ないけど自分の腕がボロボロになったことに驚いてたからな。73で作れる弱点は前兆だけでなく腕や足などのパーツでも指定できるということだから、ざっくり頭、胴体、四肢に分けても金玉が6個増えるようなもの。術式が洗練されてれば前腕、二の腕、指、太もも、ふくらはぎとかさらに金玉を増やすことができる。わかりやすいけど最悪の例えで草。縦に73、斜めに73、横に73、斜め45度に73、50度に73と、ヘリクツ詰めていけば大体の場所73にできそう。七人が触れずとも発動できるならタイル張りの床で戦うと相手が踏む床ほぼ全てがいきなり割れたり抜けたりするトラップゾーンとかすな。術式反転を体得したら73の1点以外の場所が全部弱点になる上に出力も倍になるって信じてるよ俺は。クリティカルかける時間外労働の縛りかける黒線、とかいうロマン法を見たかった。逆に弱い術式ってなんだろ、陸眼なしの無加減とか。映画版霊のあれは違うのかな、時間外だったかどうかは不明瞭だけど。日没とともに百鬼夜行だから時間外の可能性はある。ウィークポイントへの120出力黒線って聞くとむちゃくちゃ強そう。格上くらいもある程度可能ってのも納得。漫画的には絵面が地味で困る。V 単位での指定もできるから思わぬところが弱点になるのは普通に強いと思う。まあ前提として元の能力の高さと領域とか即死効果への耐性持ってることありきだけど、七人は能力はともかく耐性ないのが悪かったね。本来のクリティカルである黒線にさらに倍率乗せられるのが夢あるな。ソシャゲだとカンストダメ狙えたりするやつじゃん。領域展開したらナオヤみたいに細胞単位での術式適用になるのかな。どこ攻撃しても多重クリティカルみたいな。ゲーム的に言うならクリティカルでも威力2倍とかじゃなくて防御ダウンや防御無視ってイメージ。強いけど強すぎないのが渋くて好き。ロマンがある、グロート向けな感じ。術者の優れた観察眼と的確にその1点を叩く精密さを求められるが、攻撃を受け止めて防ぐって選択を封じられるのは実際強い。言わないで防ごうとした相手の獲物をクリティカルで砕いて意表をつくのもいいし、あえて説明することで術式の開示と同時に、相手がそれ受けに回れないを意識させ立ち回りを制限させられる。尖った性能ではないけど慣れてなくても使えるし慣れた後は応用しやすいしで癖がなく使いやすい術式な印象。センスないと扱いきれなさそうな術式も適度にある中では当たりだと思う。
はっきり言って弱い側だと思うよ。条件付きの威力アップでしかないし、格闘センスがないと条件満たせない割に上昇幅も高くなさそうなのはちょっとね。この術式って出力高いと何が変わるんだろ。ダメージ2倍の弱点がダメージ3倍や4倍になるとか。ゴリラ回戦は近接能力が基礎強要だから。正直術式の格としては相当微妙な部類だよな。ナさんの演出がかっこいいからなんだか強そうに見えるけれども。でも前情報のない状態で食らったら心底ビビると思うよ。呪力量と威力が釣り合ってないんだもの。他の術式と違ってやれること増えるわけじゃないから余計に混乱するよね。最終的な効果としてはクリティカルダメージが出る。なんだけどこれが自分へのバフなのか相手へのデバフなのかで評価が結構変わると思う。対人だと結構凶悪な術式だと思う。手足ボロボロにされても反転使えなきゃ直せないし、使えても呪力消耗させられるし。あれよくわかんないんだけど、七三で壁を砕く、瓦礫に当たるとクリティカルダメージって認識で合ってる。見る限りクリティカルヒットで破壊した物体に呪力が宿る技、瓦礫に当たったらクリティカルとかはない。本来範囲攻撃が苦手な術式だけど、それを克服したみたいな技だと思う。そういえばこれって解釈広げるとかでもっと細分化して弱点付与しやすくなったりしないのかな。誤差はどれくらい許されるんだろうね。 0.1 ミリ以下の誤差も許されないだったら使いづらすぎる。アニメ描写見るにダーイーターイココぐらいのノリでバツンと切ってるからマジで主観だと思うぞ。雑にゴリラできる術式。今わかったわ。だからこその打撃武器か。あの打撃の範囲1センチ2ポイントがあらいいんじゃない。この辺は精度と威力のトレードオフで本人が調整する感じなんじゃない。そして領域展開を仮に使えるなら精度跳ね上げて必中にすればいい。むしろきっちり目測を測れるのであれば細かい部位まで含めてありとあらゆる場所が上下どちらから数えても3-7にできれば OK って実質全攻撃クリティカルと同義だと思う。極の番あったらどんな技になるんだろう。七三もあくまで本人が決めたからそうなってるだけだろうし、最終的には自分が思った場所に攻撃できればどこでもクリティカルって形になりそう。もちろん七三と比率を縛った方が威力は上がるんだろうけど、弱点にしても弱点箇所を破壊できる威力を担保できなければどの道通らないだろうから、まあそれなりでしょう。術式の核って話で上にはいかない。弱点が真人の魂まで届くような弱点であれば評価は天井レベルだったと思う。それがないからまあまあ止まり。最初から切れやすい武器使った方が強くないか？少なくとも初撃の後は2本目で刀取り出してもいいと思う。ゲーム的に言うなら特定部位を攻撃した際に防御無視してクリティカルって感じだから、所詮は物理だし本人の火力が低いと結局。なんで水師と同じで使い手の呪い力量次第な、そこそこ当たり術式じゃね。てか今更だけど7民遠距離武器も持っておいた方が良かったんじゃねえかな。近接1本は宅が少ないやろ。向き決まってる術なんこれ。使いを何度か出してたけど73でも37でもどっちでもいいような気がする。こういう主観依存強いタイプは俺とお前の戦力差は37ってとこだなみたいなこと言い始める余地があるから、割と発展性も大きいと思う。規格外の領域へはたどり着きえない術式だと思う。けど先生にするならダントツで7民だ。強いけど強すぎないっていういい塩梅の術式。これ、普通のバトル漫画だとどこでガードしてもぶった切れるようになるとか最強感強い。体がでかい敵相手とかだと逆に致命傷与えやすそう。頭角呪法って本来は呪符を張った相手に弱点を作る術式な気がする。7民お前武器や拳に呪符巻いてリスクと手間を踏み倒してないか。基本的にデメリットがなくて誰が使っても一定の恩恵が保証された安定感の高い術式な印象。術式の核とかはともかく持ってて無駄になりにくい術式だよ。領域で必中にできたらどこ打っても弱点とかになるのかな。結局自分で打たなきゃいけないから必殺にはならんけど、無用みたいに全然違う効果になったりするからな。直屋みたいに術式対象が細かくなる系だと予想してる。どこ打っても小さな73に当たるようになるみたいな。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。